皆さんこんばんは。今回はですね、こちらナスとトマト、そしてモッツァレラチーズ、チーズですね、こちらを使って簡単なスキレット鍋を使ったオーブン焼き作っていきたいと思います。今日はね、めっちゃ簡単です。じゃあ早速やっていきます。まずナスなんですけれども、本当はね、ナスこの長いのじゃなくてベーナスみたいなの丸っこいやつが良かったんですけど、まあ、なかったんで今回はこれでいきます。じゃあナスを、本当はね、大きいやつだったらもう輪切りで良かったんだけど、ちょっとな大きさがそんな大きくないんで、斜めに切ってちょっと少しでもね、大きく使っていきたいと思います。で、ナスはこんな感じ。まあここの余ったのも入れてもいいですし、最悪まあお漬物とかにしてもいいと思います。で、トマトですね。トマトはもう普通にヘタの部分取ってあげて、これそんな大きいトマトじゃないんで、これは輪切りでいいです。こんな感じ。はい。で、トマトとナス切ったら最後モッツァレラチーズ、今回フレッシュタイプのやつです。で、こいつも、まあ、トマトと同じ感じの輪切りに。あ、俺これめっちゃ好きなんだよね。ちょっとつまみ食いしよう。これうまっ、濃厚。あとはまあなくてもいいんですけど、もしあるのであればこちらバジルです。スイートバジル、こちらも、まあ、適当に、まあ、スーパーとかにね、結構100円とか安く売ってるんで、もしあればでいいです。じゃあ今回使う食材、トマト、ナス、モッツァレラチーズ、バジルが切り終わったの で、こちらスキレット鍋に今回使うのはこちらですね、コストコで買ったマリナーラソース。まあ普通のね、トマトソースとかでもいい、最悪まあなくても十分味は美味しいと思うんですけれども。でね、以前も言ったんですけど、マリナーラソース瓶開けちゃったら早めにね、消費してあげてください。で、確実にもう冷蔵庫には入れて、早めに使い切ってあげてください。開かない、開いた、よいしょ、 OK。 あ、ちょうど入った。ということで、まずスキレット鍋、はい、こちらスキレットにマリナーラソース敷き詰めておきます。そしたら、ナスとトマトと、チーズを交互に敷き詰めていきます。まずナスの段で、次トマトいきます。で、まあちょっとね、作業工程は若干カットが入ったと思うんですけど、ちょっとどんだけ映えれるかなっていう感じで、こんな感じに、並べ上げてください。そしたら最後ですね、こちらパン粉です。パン粉に粉チーズ混ぜちゃいます。しっかりめの方が美味しいと思います。胡椒、塩、はい、こちら混ぜ合わせます。そしたらこちらのスキレット鍋に素材の上からまずオリーブオイルかけてあげます。で、オリーブオイルをかけたら、こちらのパン粉上から振ってあげます。この状態になったら、オーブンを200度に予熱して20分間焼いて完成です。というわけでね、焼き上がりこんな感じです。結構ナスとかからも水分は出てるんですけれども、こちらでナスとトマトのオーブン焼き完成です。モッツァレラ抜けてるね。じゃあ実際食べていきたいと思います。では盛り付けたね、動画、出来上がった動画ですね、今回ですね、を撮っていきたいかなと思います。もうね、盛り付けはできたんで、見てくださいこれ。はい、パン粉とか綺麗に焼けてますね。ナスとかも焼き色がちゃんとついてて、とっても美味しそうです。バジルも間に挟まってるの、これ絶対一緒に食べたら美味しいでしょうね。これ
はい、モッツァレラもいい感じに全部溶けてます。はい、ということでこんな感じでね、出来上がった、動画も撮れたということで、早速実食していきたいと思います。楽しみということで、早速実食していきたいと思います。いただきま す, い, ただきます。いい感じ、どうぞいただきます。どうぞどうぞ。ちょっと待って、これ全部いっぺんに取った方がいいよね、この辺ね。そうだね。あ、モッツァレラってる、モッツァレラってる。うわ、これやっ、あ、ありがとう。うわ、これ絶対うまいわ。いただきます。あ、これスプーンいらないか。いや、うまそう。これ絶対熱いよ、絶対。これはさすがに猫舌じゃない僕でも無理だな。お、いけるね。熱い熱い。ちょっと熱すぎてあれだったんですけど、めちゃくちゃうまい。あのモッツァレラのがね、伸びたやばい、すごい美味しい。こっちはもうあったかいうち食べた方がいいかもしれない。ちょっと怖い。ただ怖い、めちゃくちゃ伸びる。あと、あの想像以上に熱いから気をつけて。はい根元から取った方がいいかもしれないですよ。もうさっきこうちゃんが言った通り、もうこのモッツァレラの元を、うん、取んないともう取れない、もう止まらない。これはね、ワインにめちゃくちゃ合います、本当に。だからおつまみにはめちゃくちゃ最高大丈夫、手伝った方がいい、大丈夫、大丈夫あ、いけた。あ、でもこっちに切れてるからいいんじゃない、こうちゃん。いけてる、いけてる、うん、オッケー。最後こいつをねやっぱりちょっと動画を撮影してるからね、あのあれだけど、本当はこのままいっちゃいたいよね。もうちぎっていきたい、どんどん。オッケー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 、やっていけた。じゃあちょっとまずこのチーズからいこう。いただきます。あ、モッツァレラチーズうまっ。これやばいよね。うん、わ、もうチーズってか、チーズ食べてるってなってるわ。じゃあちょっとナスとチーズもいただきます。いただきます。うまっ。これうまいね、本当に。あ、うまい。一回すくい終われば楽なんだけど。次あれしょ、こうちゃん、あれを使いたいでしょ。あ、いいよ、もう取りながらで。うん、こうちゃんも取りなよ。あ、これいいね、これで こいつを最後取れば。ありがとう。お、いいね。あ、いいんじゃない、いいんじゃない。やっぱ根元から立たないと。あ、チーズが消えた。奥にあるんじゃない、奥に。あ、ないんだっけ、ここの段とか。あ、ごめん、全部チーズ持ってかれた。チーズなくなっちゃった、ごめん。あ、待って、じゃあここのチーズあげるわ。確かにこれチーズあれか、全部食いついちゃったらもうなくなっちゃうのかな。そう、全部持ってかれてる。そこの分量考えてなかったわいくよ、むせるよOK、 すげえ塊が来たということで、私は、はい、タバスコタイム。他の残りの食べちゃっていい。じゃあ、いいよいいよいいよ。で、今回の料理マリナーラソース使ってるんですけど、マリナーラソースなくても、あ、言った、うん、すごい十分美味しいんですよね。ただやっぱりあった方が味がよりね。うーん、まっ。でもこれやっぱマリナーラソースと野菜の水分から出てなんかトマトスープみたいになってるね。そう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 。だからこうちゃんがこれ作り終わった後に言ったけど、パスタとね一緒に食べたらめっちゃうまいだろうね。うまい。思った以上にトマトがめちゃくちゃ熱いから、そこだけ気をつけないといけないね。うん、ただこれさ、並べてさ、その何、調味料を上にかけてさ、ただオーブンに焼いてさ、うんうん、要するにあの目を離して作れる料理じゃん。そうだね。それがすごく多分個人的にはいいかなと思うんだよね。あと、まあ映えるしね。うん、ただまあもしパーティーとかに出したらもうこのチーズの伸びでてんやわんやんと思ってる、みんな、うん、でもそれがまたね楽しいんだよね。こんなに贅沢にモッツァレラ食べられるのめちゃくちゃ幸せなんだけどね。だって俺最悪このスキレット鍋が熱くなかったら、うん、これで飲みたいの、うん、それは皆さん危険なんで気をつけてやめてくださいね。熱くなかった熱くなかったらにしてくださいね、うん、ちゃんと温度だけ。私ただね、これこんちゃん言ったけど、残ったやつですね、あのパンとかつけてね、フランスパンとかで食べたら絶対うまいだろうな。超うまい。じゃあ最後のね、チーズとナスをね、はい、いきます。はい、完璧簡単だからいいよね。めっちゃうまい。
で今回の料理、うん、あの僕たちいつもオーブン使ってるんですけど、こういう料理の場合は今回の場合はコンロで少し中火のコンロで焼いてから魚焼くグリル、うん、あそこで焼き目をつけるとかでも全然大丈夫だし、まあ大きさがちょっと厳しいかもしれないけどトースターとかで焼き目つけても全然大丈夫なんで、あのオーブンない方でも簡単に作れるかなと思います。まあスキレット鍋、そうスキレット鍋はちなみに僕たちがよく行ってるニトリに売ってるので、もしニトリが近くにある方はぜひそちらでね買ってみてください。今後ねスキレット鍋使ったね料理とかも多分今後何増えていくと思うんで、あのぜひぜひあの気になる方は購入してみるのもいいんじゃないかなと思います。ということで本日はですね、ナスと、トマトとモッツァレラのオーブン焼きを作ってみたっていう動画でございました、はい、もう本当に、何おつまみには最高だと思うんでぜひぜひ作ってみてください、はい、最後までご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ、バイバイ。